大書歴は、中国歴の一つで、漢の武帝の大書元年の改歴によって採用された、大陰太陽歴の歴法。自虐者の東大来や法師の落下、らによって変歴され、新代から使われていた戦局歴を改めた。大書歴は三刀歴の補修を経ながら、五漢の小帝の元来二年の改歴に至るまで190年間、施行された。 19年7純月の商法を採用し、1対応年を365プラス385、1539日と、し、1作防月を29プラス43、81日と、する81分法を採用している。対処歴の特徴は、音律と暦を結びつけて、理論構築されている点にあり、紀・章の律観の要石81寸から、 非法である一作某月の日数の分母81が導き出されている。よって、対処歴を81分立歴とも言う。また、戦玉歴が10月を年始としていたのを、対処歴では、立春正月を年始とすることに改め、当時を11月に固定して、中期のない月をウルーズ期とするとし、中旬月報を採用した。なお、式の著者の柴千も、 初期の改歴議論に参加しており、式歴書、歴術講師編に載せられている四分歴は、この時、芝千が編纂して採用されなかった暦ではないかと考えられている。ありがとうございます。